皆さんこんばんは。こんばんは。よいしょーということで、もう和訳ちゃで申し訳ないですけど、本日はね、キコーナ梅北店から生放送させていただきます。よろしくお願いします。はい、ということで、ついに店長になりました。あ、はじめまして。はい。ハメルです。はい、高石ハメルくん、よろしくお願いします。はい、店長なんてね、初めての放送ですけども。そうなんすね。店長なんてもう今どれぐらい？今まで4ヶ月ぐらいだったんですね。お、もう4ヶ月だった、はい、どうですか、ちょっともうだいぶ慣れた、慣れてきましたけど、まだまだ勉強中です、ね、まあ、だって新人店長ですもんね、まあ、なんか梅北歴代新人の店長がね、こうなるっていう感じですけども、うね、はい、もうついにハメル君も店長ということで、そうそう、甘出じではめてたよねってね、そうですね、お前ね、3、4年前じゃないですか、ね、生手で初めてって感じでしたもんね。はい、キコーナ昇格試験って簡単なのそんなことないよ今何年目でしたっけ？もう5年経ちましたね。そうだよね、でも5年で店長、6年目で、ね、6年目で店長やったら早い方やと思うけどね。そうですね、まだ早くさせていただいたっすね。高橋くんの同期もまだね、主任副主任でおられるもんね。そうですね、1人上がりましたけどね、同期で。あ、誰だったっけ？ハマムーが。あ、そうやわ、伊丹、この間放送行った時に言ってた。そうそう、ハマムーと同期ということでね、若手もどんどんこう競り上がってきてますんで、皆さん応援してあげてください。ということでね、今日はメキタ店が絶賛寝台入れ替え中ということで、もうまさか今日入れ替えやと思わなかったんやけど入れ替えやと、そうそうそう、役職がね、もう総動員で今日入れ替えしてまして、まあなんか60代ぐらい入れ替えあるということなんで、ちょっともう今日放送中もバッタバタしてると、さっきポーキーね、渡辺くんが言ってましたけど、はい、ちょっと大移動が多いんで。そうですね、大移動と、あとはもう寝台もね、ちょうど皆さんお待ちかねの窓間木とか、台間木とか、あの辺がちょっと今入れ替え作業中ということで、もうむちゃくちゃ忙しそう。あと業者さんもいっぱいいて、あとプラス清掃の方とかももうわっちゃわっちゃ、そうそう、わっちゃわっちゃしてる。そうそうそう、なんで今日ちょっとね、こう騒がしい中での放送になるかもしれませんけど、まあ、ぜひ入れ替え中継もちょいちょいやっていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあハメル君、お知らせがね、あるということなので、これじゃあさっきちょっと教えてください。まあもう言うてるんですけど、はい、寝台入れ替えですねちょうどいいよね、入れ替え、ほんまに作業中やからね。今じゃあちょっとまだ機種は出してないんですけど、そうですね、まあ、さっき口頭で言ってた機種が入ってきますと、はい、まあ、ただそこで動くわけじゃないんで、そうですね、はい、一応まあ下にもありますけどね、システム変更もありまして、まあ、この日が、もしかしたらね、スロットも、こう、お待ちかねの台が動くんじゃないかなと。稼働日、ね、はい、なりますんで。まあ、この、まあ、朝一から打てるように、はい。先に入れとこうっていうやつで、はい、そうですね。今日、はい、バタバタしてます。そうですね。もう本当にすごいバタバタしてる。入れ替えのタイミングって私多分初めてなんですよね。ああ、そうなんですね。他のね、運営の方とかはちょっとこう、梅北とかね、当時の、昔の梅北でその入れ替え中継をやったことがあるらしいんですけど、もうほんまそれ以来かなという感じなので、まあ、よかったらね、どういう感じで台取り付けてるとか見たかったらまた言ってください。ちなみにね、あたか副主任も帰ってきましたんで、はい、桜井からね、帰ってきましたんで。出てたらしいですね。そうなんですよ。あの人、ゲスいんでね。なんか、どしもや。どしも、ほんまのやばいぐらいのどしもなんでね、ちょっとハメル君、汚染されんように気をつけてください。そうですね、もう、できんですね。できないや。梅田は俺の街言うてたから。いや、もう梅田から出しますね。出すんや。いやいや。まあ、ぜひ、入れ替えオープンということでね。そうですね、入れ替えですね。あと、こっちなんですけど、はい、ちょっとメンテナンス変更しまして、うん、あ、システム変更。はいはい。システム変更で、ちょっと2日は20スロの台数とかちょっと変わるんで。あ、なるほど。はい、そこまで大幅に変わるんで、はいはい、まあ、これまた P ワールド等でもちょっとチェックしてもらえたらいいですね。そうですね、ちょっと告知していってる段階にはなるんですけど、はい、はい、まあ、ぜひお間違いないようにだけ、はい、まあ、もしちょっとよく分かんないなって方は9月1日までにお店来ていただいて、はい、スタッフさんにねちょっと聞いてもらえたら説明いただけると思いますので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。6年迎えましたもあるんで、そうですね、はい、忙しくなりますね。ちょっとバタバタしてますけど、はい、9月ぜひ梅北店もね、はい、ぜひ待ってます、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日一応オバスロ、そうですね、やっぱりちょっとみんなも見てみたくないですか、オーバーロード。確かに台がね入ってないお店がやっぱ多かって、そうですよ、ね、でスロ線はやっぱ入ってるから、はい、見れるかなと思って、ちょっと人気なんですよね、なんか再販決まったんだけど、完売したんですよね、はい、確かね、まあ、5000台ぐらいだったかな、ちょっと少なかったんですけど、まあ、多分増販というかなるんじゃないかなという話なので、はい、まあ、今日これはちょっとハメル君に言ってもらって、
でまあ入れ替えカメラというかカメラあるから、まあそれで映しながらでもいいし、入れ替えも一緒に見てもらえたらと。そうですね。埋め切手の絶対支配者アタカウールゴーン。ああ、ダメです。絶対支配者とかもう刺したらあかん。うん、チラッとチラッと映るかもしれませんけど、じゃあ今日はあのモッさんと、渡辺くんポーキーってあだ名なんですけどね。ポーキー。これはあの白石店長がね、以前渡辺くんのことはあのマザー2のポーキーに似てるということで、ポーキーのあだ名で、アタカくんはあのチャンギーっていうね、チャンギーさん、はい、チャンカワイさんっていう芸人さんおるじゃないですか。あ、はいはい、あ、似てるということで、あ、否めない。そう、チャンギーっていう名前であだ名でね、はい、やってましたけど、今日役職みんなみんな入れ替え作業中でちょっと出払ってるんで、ちょっとまだ後で誰かご希望あったら呼んでいい。そうですね、まあちょっと手が空いた時にね、自己紹介があったら出ていただけたらなと思います。じゃあ今日はオワスロを店長に言ってもらう感じでいいかな。行きましょう。はい、じゃあ行きましょうか。店長、じゃあこれは詳しいんですか。はい、ですね。うん、詳しくないよね。そうなんですよね。分からんよね。いや、アニメもね、ちょっと見たかったんですけど、やってたじゃないですか。やってたらしいね。はい。私、そう、これどういうアニメかがちょっと分からなくて、あ、じゃあどうぞどうぞ。カメラもね、ありますね。この骸骨さんがめちゃめちゃ強いんでしょう。ねえ。ちょっと名前も知らない。なんか歌がいいとかいうね、方もおられましたけどね。そうなんや。まぁ、ちょっと見ていきましょう、どんな感じか。音量調節だ。これどれぐらいですかね、また。3打ち合うわ。それで、それぐらいかな。じゃあ、それぐらいでいきましょうか。一応カメラ右にあるんで。いや、もうチャンさんとかめっちゃ走り回ってるから。いや、めっちゃ頑張って動いてくれてますよ。頑張ってる、頑張ってる。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。あ、なんかもうぐちゃぐちゃしてる。何AV 女優みたいな感じだった。関係ないとこからちょっと絡んでくる。ほんまや。えらいこちゃん。チャンを出せ、チャン出たよ。誰がいいんですかね。チャン人気ですか。そうですね、チャン兄ね、ほんまに桜井店に多分2年ぐらい行ってたんだから、はいはい、本放送はね、めっちゃ久しぶりだと思うんですよね。まあ、ポーキーとかもね、モッサンも入れ替わりで結構出ていただいてた感じなんで。誰がいいですかね。チャン兄一番人気ですか。チャン出せって言われてるけど、チャン兄一番人気です ね中抜きで、あ、中抜けで中抜きする人っていうね。もう今ね、ちょっと役職は中抜けっていうシステムがなくなったんですけ ど、 当時はね、中抜きシステムがありましてね。そうですね。そう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 、やっぱ分かってくれたんやね、アメルコはね。中抜き、そうそう、中抜けで中抜き。あ、分かりにくくなる。うん、そう、すごい、すごい持ち主ですからね。一晩でも、すごい数のメダル数のね、使ったとかいうね、お話もありましたね。ちゃんのエロ話に飢えてますって。いや、今でもあれですよ、帰り道。え、行ってんのかな。いや、僕一緒の帰る方向なんですけど。はいはい。行方不明なんですからね。消えていくの。はい。嘘。どこ行ってんの。とか言って違う方向歩いていきますからね。嘘。でもどこに行くとは言うてない。言うてないです、言うてない。嘘。じゃあもう絶対夜の街消えていくの。送り出してるわ、思いながら。ああ、そう、はい。仕事終わってからでも元気やね。いや、元気っすよ。次の日朝でもどっか行きますよ。やっぱ変わってないな、チャンさん。なんかその話聞いて安心したわ。変わってないですか。はい。チャン母さん、都会に戻ってこれてよかったな、みたいな。チャン母さん。あのね、チャンさん、まあ、アタカ副主任は、料理むっちゃうまいんですよ。はい、それは知らなかった。知らなかった、はい、初で情報。むちゃくちゃ料理うまいんですよ。昔、その、配信で、料理配信もやったことあって。料理配信そう、ネガミナミにね、前おられたんですけど、あ、気がつきました。そうそうそう、その時に食堂があって、はい、そこでお料理配信もね、したことありまして。あ、そうなんですね。そうなんですよ。もうそれぐらい。もう普通になんかね、ワイン使って煮込んだりとかね。え、そんなガチでやつ。そうそう、ほんまのガチなやつ。いや、もしかしたら夜な夜な料理作ってるかもしれない。いや、ほんとね。いやー、ちゃうっすね。寮にはなんか幼女がおるんちゃうかとかね、いろんな噂ありましたけどね。あ、養ってるやつが。そうそうそう。ちゃんかーさんの料理マジでガチってね、ハメル君食べてみてってことだね。いや、ちょっと怖いっすね。怖い。やられそうっすよね。毒盛られそう。はい、毒盛られそう。いやでもね、私も2回目で食べたんかな。なんかカツサンドとか普通に作ってくれて。ああ、そうなんですか。むちゃくちゃ美味しかった。じゃあまた料理作ってもらえなかった、ね、そうですね。もう続風に飽きたって前、あたか副主任言うてたような気がするよ。いや、絶対嘘です。言ってるっしょ。絶対言ってるっしょ。だってもう、ちょっと歩いてあるもんね。まあ、飽きるとかないでしょ。ないから。はい、あ。生きてる限りないやろうな。
キコーナチャンネルだとチャンカーさんめっちゃ有名人やで。いやーで、ね、まあそれはもう有名にしたはあれよね、やっぱり下ネタやもんな。ちょっとね、一時期やっぱね、あの下水人ばっかりが集まってたんですよね、レア川南店にね。だからそれでちょっとやっぱり当時の主任とかもやっぱみんな下水かったからね。そうなんですね。そうなんですよ。いくら美味しくてもチャンニーが作った料理は食べたくない。いやー、わかりますよ。もうその気持ちはちょっとわかります。あー、なるほど、ギャップがね、はい、あるよね。ちょっとなんか、はい、清潔かな。清潔。お金な偏見ですけどね。ちょっと偏見入ってますね、これは。そうそう、今ちょうど入れ替えと、おほんま清掃も絡みまくってる、はい、感じになってますんで。清掃はまあまあ言うしてもうすぐ終わると思うんで。そうですね、はい、まあ大体12時前後ですからね。まあ今日は多分入れ替え作業がもう放送終わってからもずっと続くということでね。そうですね、あの渡辺くんが言ってた、まあ、2時予定にしてますけどね、ね、今日は多い方なの入れ替え的には。移動がちょっと多いかな。あ、なるほど、ね、入れ替えて大体それぐらいの時間までかかるんですか。あ、大体2時ぐらいで、ね、あ、そうなんや。最高でこう台数めっちゃ多かった時とかありますか、朝までかかったとか。あ、ここ梅北ではないですね。うん、まあでもね、そのスロットだけやし。そうですね、まあ、そこまでかからないんで。やっぱあのパチンコ併設とかね、大きい店舗だとすごい数の時とかあるもんね。縄手ですね。縄手。しかもオープン、ね、検査オープンやもんね。そうです、検査オープンですね。あれがやっぱ朝までかかるよね。朝までかけて2日目に初日の晩にまた動かすんで。そうですよね。そうなんです。大変やよね。ハメル君、ちゃん伝説教えてあげる。5月は女の子に恋のぼり着させるんだよ。え、どういうこと、どういうこと。もうね、ちょっともう、もう意味不明なワードいっぱい出てきますからね。チョコレートかけるんだよとかね。チョコがけ、チョコがけ、オプションでね。オプションで、ね、オプショナルサービスね。どこの店行ってんすか、あいつ。いやー、なんかね、彼はいっぱい店を持ってるみたいなんで。ちょっと問い詰めときますわ。当時のネアがほんま行こうかったよね。いや、行こうかったね。なんか変態ばっかりやったもんね。でもなんか梅田も、はい、桜井おるときからずっと来とったらしいですよ。やっぱ懲りてなかったんや。うん、来てたら言うてましたよ。やっぱりな。そら、奈良というか桜井にはそういうお店ないもんな。ねえ、確かに。まあ、今日はちょっとね、寝台のオーバースロット、オーバーロードやね。この半券の名前は ね。ただ、あの、スロットのね、半券の名前がめちゃくちゃ長いんで、オーバースロット、アインズ・ウール・ゴーン。ね、絶対支配者降臨。そう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 。こちらをね、今日は しながら、まあ、寝台入れ替えの作業中ということなんで、2回目使ってまーす。みんなもう売ったんすかね、オーバー。どうなんでしょうね。まあ、台数少ないから、なかなかちょっとね、お目にかかる機会も少ないかなと思うんですけど。はい。桜井から梅田まで来てたの、相当時間と金かかるやん。いや、それでも来るんでしょう。好きなんでしょう、やっぱり。いや、もう、梅田は呼んでる言うてたから。あ、オバスロ近所にないですって方おられますね。あ、ないんすね、やっぱり。まあ、5000台やったらどうなんやろう。やっぱり3店舗に1台ずつぐらいだかな。どうなんやろうね。バラエティーに1個とかそういう感じなのかな。あとでチャンさん呼んできてってね。近所にな。チャンさん呼んでいきますわ。まだね、今ちょっともうあちこち移動しまくってやってますけどね。まあ、一応これ、スペックははめる君分かるの？スペックっすか？うん、オーバースロー AT機でしたね、確かね、はい、AT のみで出玉増やしてもらうってやつですね。そうですね、基本情報としては AT 純増が 2.8 枚かなですね。6段階設定で、はい、高設定だと、赤7が266分の1、白7が377分の1、AT が352分の1、出玉率が 110%、はい。まあどうですか、最近の6号機では、このね、オバスロ割となんか、評判良かったみたいで。まあそうなんですね。ね、動いてるんですよね。まあそのいいところがね、ちょっとまだ私も今日完全に初見なんで。やっぱコンテンツじゃないんですかね。コンテンツなんですかね。結構アニメは有名らしいですよね。そうですね。好きな方多いみたいですよ。アニメは面白かったって聞いたのは聞いたんですけど。
これやっぱ深夜にやってたかな。いや俺もちょっとだけ見たことあるんですよね。やってたんでチラ見したぐらい。チラ見、はい。まあその時あれじゃモンハンとかで忙しかったんじゃないの。いやもう全然全然全然やってないですね。あ、やってないね、はい、一応ね、オーバースローてかオーバーロードのねちょっと補足があんまりわからないのでね、アニメとかもこう見たことある人教えてもらいたいですね。これこれこの変なの揃えるねって言われてますね。オーバーロメってやつですよね。ああ、某関東機構の店長がこの台めっちゃ期待してはったよって。あ、そうなんや。まあね、その完売して多分再販になったらまたもうちょっと増えるかも。すごい音なるね。そうっすね。赤ってことはまあ暑いのかな。なんかレア役引いてました？いや特に引いてないです。あ、スイカとかは引いてましたけどね最初に。え、なんもないの？え、なんもないの？なんか50ゲームに1回チャンスが来るんですよね。あ、なるほど。内部状態は通常、ほうほう、通常降格の2種類。降格移行期は、そうですね、さっきのなんとかチャンス、何だっけ、1Kチャンス。警戒モード、非当選のレア役で最大26ゲーム継続。モードはモード A、モード B の2種類。滞在モードでオバロゾーン100の位の期待度が変化。モード A だと100の位が偶数でチャンス。モード B だと100の位が奇数でチャンス。レア役成立時は何らかの得点が発生。1K チャンス非当選イコール降格以上濃厚。モード A の時はボーナスの方が AT より当たりやすいと。で、モード B の時は AT の方がボーナスより当たりやすいというね、補足一応サイトで載ってますね。やっぱモードを見ながら打つのが面白いですかね。でしょうね。あと天井に関しては686ゲームで 50% でボーナスに当選で、786ゲーム到達でボーナスか AT の直撃、比率は1対1という感じだそうです。100の位の偶数と奇数って窓まぎ位置みたい言われてますね。太陽薬以外強制強水化すら引いてもスルーとか衝撃でした。ああ、そうなんですね。それぐらいの感じなんですね。腰抜けるってほんまにあるのよね。で、すごいいいコンテンツだから貸す台にしないでほしいって言ってたってね。ああ、そうなんだ。やっぱその人はじゃあもうコンテンツを見てたってことないね。アニメ3期までやってる。見てる人はやっぱ好きなんじゃないですか ね。アニメ3期までやってるんですって。あ、そんなやってるんですかこれ。そうなんや。やってました。そんなに。いつぐらいにやってたかがもう全然分からへんな。いやでも、今年じゃないですかね。あ、今年やって、じゃあ3期が今年やってたかな。あれ3期なんですか、うん、赤の上に金あるかなって。アニメも面白いし、歌もいいですってね。歌って誰なんですかね。そうそう、主題歌誰歌ってるとかが全然分かれへん。そうなんですね。このタイミングぐらいの時は、何ですかね、あの花。はいはい。あの花があったんで、ちょっとそっちばっか見てました。そっちばっか見てました。はい。3期やったらじゃあだいぶ長いことアニメも放送されてるってことですよね。人気っすね、うん、夜中なんですよね。でもずっとぽいよね。夕方6時とかそういう感じではなさそうですもんね。そうですね。 ART は月下雷鳴よりはやれる感あったね。窓マギ1みたいな偶数奇数で分けるのはちょっと難しいってね。当たらないの分かってても回さなあかんもんっていう方もあるんですね。アメリコ窓マギ打つ窓マギ1で窓マギ1もね、もうそろそろね、11月ですね、お別れですから。あとあの下にあるね、化け物語ももうお別れですもんね。9月には9月に一発目ぐらいでもう消えされてますね。だんだんこうね、主流だった台がどんどんね、好きやった台たちがなくなっていく。ハメル君らがあれじゃないの、こうスロットハマっていった台がどんどんなくなっていく感じじゃないんですか今。そうですね。そんな古い台は僕逆に知らないんで、あれぐらいの時のやつとかが。そうですよね、まあ、2011年、2年とかかな、まあね、あの大学生とかが ね打たれる機会多いでしょうしね。なくなっていくんですよね、あの辺は。ね、そうね、最大であれ何年置いてたんやろ。6年6年、ね、ですね。で今の機械は3年とかね。そうです ね、 もうちょっと延長できないんで。そうですよね。結構入れ替わり激しくなってくる。うん、なんかえもう3年経ったんやって感じの機械も多かったです ね、 ですね。主題歌は獣フレンズのお兄さん。わからん。これなんて読むんやろ。主題歌
オーバットちゃうな。これ何やろう。ゼロって書いて、バツって書いて、T って書いてる。聞いたことない。読み方教えてください。この台の問題はコンテンツの関係で主人公がアンデッドのスケルトン上位種だから敵に見えてしまう。ああ、この絶対支配者。確かにあの最初見た時敵やと思った。いいやつなんですよね、これ。ああ、そうなんや。なるほどな。化けと同時期なんだっけ。関西はまだ化け物あるんだね。で関東はもう期限切れだよってことで。ああ、やっぱ場所によって。そうですね、設置期限バラバラですもんね。大阪だけ多分絆とか長いですよね。あ、そうそうそう、その時認定のあれかな、関係とかもあると思うんですけど、はい、まあ基本的には、絆とかも12月が一応撤去が多いですけどね。まあ、その認定の関係で若干ずれたりはしますんで。そうなんですよね。あ、オクトって言うんや。ありがとうございます。主題歌歌ってる人、オクトって言うんですって。初めて聞いた。初めて聞いた。ごめん、全然アニメ無知で申し訳ない。オクトね。もう5号機は完全に撤廃ってことになるんですか？順次撤退ですね。そうですね、徐々に。来年の1月には 5% になるっていう。そうですね、店舗の総台数の 5% ですね。はい。うちは14台ぐらいしか、ね、そうですね、もう悲しいですね。そうなんですね。確かに。でも中には古いやつでもしなくていいやつとかあるんで、はい、あ、そのまあ基準に見て捨てるものっていうかね、やっぱ今言われてるのはやっぱ高ベースというかね、そうですね、はい、やっぱそこの台は全部撤去対象にはなってますよね。絆撤去でお客さん減っちゃいそうだねってコメントもありますけど、どうでしょうね。でもまあ6号機今から移しては6号機やっぱ慣れていくんで、それが当たり前になるのかな。どうなんでしょうね。ちょっとスペックとかも全然変わってくると思うんで。そうですね、変わったスペックとかも今最近出してきてるんで、ね、まあその適合もね、どういう感じになるかっていう感じですよね、はい、今後、まあ、確かにその4号機があれば5号機に変わった時もやっぱりね、だいぶユーザー入れ変わっちゃったんで。そうですね、4号機触ってないんで、ね、そうですよね、そう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 、ハメル君の時代やったらやっぱ5号機以降になるんで、まあ、そういうユーザーがどこまでこうね、スロット好きなユーザーが増えるかなってところかな。梅北は今のところ何を残したいですかって言ってますね。まあ、その 5% の中であれば、絆がうち3月まで使えるんですよね。あ、なるほど。でも、絆は置いときたいなと。そうですね。あと、多分、凱旋が来年まで、2021年ぐらいまで使える。あ、なるほど。じゃあ、もうそれは置いとくかなと。置こうかなっていうところですね。まあ、主力機種ですもんね、今もね。そうですね。関東は2019年8月25日で化け物は終了しましたよーって言ってますね。あ、早いですね。5号機14台だったら5と残すよねってことでね、言われてますね。そうなんですね。6号機はいはい。あ、そうですね。ハーデスはね。確かに。どっちなんですかね。みんな外線の方が好きなんですよ。これ結構分かれますね。そうなんですね。最近ね、昔はもうね、あなたごとハーデスの方がいいって方多かったけど、最近ね、外線でも全然っていう方もおられますし、絆あるんやったら外線の方がいいんかな。でしょうね。4号機とんでもなかったもんねってね。711枚が1ゲーム連するもんねってことで。その代わり、すごい、そこもう底なし沼みたいな感じでしたけどね。まあ、昔のゴッドはやばかったんですよね。そうですね。ゴッド引くためにみたいな。いやもう本当に1回引けばいいやっていう感じの、もうね、一か八か台でしたから。ですよね。なんかそんな聞いたわけね。6号機言った感想はメダル減らないけど出玉が辛いってね。いう方もおられますね。まあ、そうですね。スピードとかもやっぱりちょっと違いますね。まあ、なんかこう、ね、結構まったりって感じは感じられますよね。はい、4号機から5号機は今ほどきつくなかったからまだ、順応できたよーっていうね、方もおられますね。ハーデスだったら外線よりハーデスの方がいいんじゃないって言われてますね。ハーデスはね、12月で終わる。もうまあこれはもう完全に終わるんですね。そうなんです。なんか順位付けされてる方は絆1、ハーデス2、凱旋3って言われてますね。ああ、このままは絆1位は安定ですね。ねえ。天井1980だったかなってね。あ、当時かな。オーバーロードは主人公がゲームの世界に入ってしまったのが始まりのお話です。あ、そうなんや。ああ、そうなんですか。これゲームこれ、あれなんや。じゃあ、この主人公の人って、あれなんや、もともと人間ってことちゃんとしたあれ人ってことでいいかな。
じゃあ一応これゲームの世界ってことですか。なんかそういうの多いね今。そうです、ね、転生系とか絶対。でも絶対支配者やもんな。ちょっと横で音めっちゃ流れてる。これちょっとあれよね、あの業者さんが設置した後に動作確認してあるんで。そう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 、ちょっとチラッと音聞こえてますけど、山形から見に来ました。福島からこんばんは。でね、今日は宮古島から見てます。宮古島っていうのはこれ沖縄の方の宮古島やね。リゾートしますね。リゾートしてる。放送 BGM にしながら今日は寝ます。ということでね、岩手からこんばんは。一応ね、今あの左のカメラがちょうどこっち側がの入れ替えまだ全然やってるから今映してますけどね。そう、チャンギー頑張ってるやん、ね、今日もたっぷりハマって1時から聞こうな期待してますってことね。でも確かにあのスロット配信もね、結構1時間で出すって本当難しくなったなと思いました。そうですよね、うん、あのリゼルとかもね、時速早いけどなかなかね、やっぱり3桁乗らないんだよね、高設定とかだったら。いや、僕1時間でパチンコやったらもう当たらんすよね。この人ほんとはめるからね。ただスロットなんで、はい、まあ当たるだろうとは思いますけど。まあそうですね、まあ、当たらないことはないけど、はい、ちょっと不安になってきます。そうですね、確かに。ゲームのキャラになって異世界転移したが正解。あ、やっぱそうなんや。異世界系ですか。そうですね、みたいですね。名前だけ聞いたら全然そんな感じじゃなかったけど、他の異世界系を見てたんですけどね、アニメ。テンスラとか見てましたね。なるほどね。あたか副主任は主任になれますか。本人が頑張ってますよ、今。本人が頑張ってる。はい、頑張ってくれてますよ、今。大ベテランですから、ね、ラーメン食べたいっていう人もいますね。なんでなんで。お腹空いたんね。いや、お腹空きましたね、僕。60代入れ替えは大変ですね、ってことでね。まあそうですね、もう今上げ下げしてはりますね。オーバーロード曲本当にいいよーってやってますね。ちょっと曲聴きたいんですけどね。ねえ、ちょっと当てないと。当てたら多分聴けるやろうな思ってるんですけど。ほんまや、ごちゃん中毒者です。ねえ、新しい窓ぎ、まあ、ギモ見たいねーってことなんで、まあ、次あのまた梅北放送がね、ちょっと曜日近かったんで、そん時はできるんじゃないんかな。ね、見てたら行けますんで、うん、そうですね。僕どっちかで言ったらタイガー&バニーの気になってる。あ、ごめんなさい、私もね、実はそっちの方が気になってる。そうなんですね。まあ、隣同士にあったらね、1台ずつでもできますしね、はい、ちょっとあっち気になるんですよね。そうそう、私半径的にはタイバニーの方がめっちゃ好きなんでね。僕もタイガー&バニー。やっぱそうなんや。ちょっと気にはなってんねんけどね。そう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 、ちょっと隣同士があったらね、議題できるよね。まあまあまあ、台数的には窓巻きの方がまあそら、まあもちろんね、お店の台数的にはこう多い、お店多いですよね、やっぱね、はい、窓巻きの方が。窓巻きどこでも打てるから台場に見たいかもっていう方もおられますね。あ、そうですね。そうそう、台場には意外に少ないからね。みんな打ちますよね、窓巻きは。窓巻きは多分初日から打つでしょうね。自分で打ちに行きますよね。うん、多分打つと思うわ。まあ、タイバギの方が台数的にはやっぱ少ないんで、まあ、梅北もね、はい、設置、今もされてはりましたんで、よかったら、まあ、またスロット配信の時にね、言ってくれたら、ちょっと台選定させてもらいますんで。タイガー&バニーは、多分結構見てた人多いと思うんですよ、ね、いやー多いでしょう。だってもうあれ今でも残したいアニメ1位でしょ確か。あ、そうなんですか。そんなことなってるんですか。なんかNHK やったかな、はい、かなんかでアニメランキングみたいな毎年やってはるんですけど、確か対話に1位か2位やったと思う。あ、そんなに人気なんですか。はい、いやあれは面白かったよね本当に。いやもう面白かったですね。私もあれは全部見たな。映画版も見たし。映画どんなんでしょ。映画はね、新キャラが出てくる。多分見てないですね。映画2つあったかな確か。ビギニングとライジングだったかな。あー、見たっすね。なんか、ゴールドの、やつとか出てきてたりとかやってた。正確には、ソードアートオンラインとかみたいにフルダイブ。タイプのゲームしててサービスが終わるときにログインしてたら異世界に移動してしまったが正解。あ、ソードアートオンラインをね、私見てないんよな。僕は見ましたね。あ、そっち系らしいですよ。良かったっ
すごいエラー音にぎやかそうそう、もうあっちこっちでもうエラー音が。裁判やゲーム性がちょっと複雑らしいですねと言ってますね。そうですね、純増枚数がランクアップして変わっていくみたいな、うん、そうですね、私もゲームフロー本当まだ軽くしか見てないですけどね。でも楽しみ、ね、4段階ぐらいあるんですよね、純増が。まあ、なんだっけ、展示会見に行った店長に聞いたらね、対バンが面白そうやったけどなーっていう話はね、はい、されてましたけどね。まあ、やっぱり、こう、注目度で打てば、まどまぎの方がもう、すごいやるやろうからね。隠れてしまってる。そうそうそう。最近の山沢は信用できないからなーって。オーバーロードの曲選べるんやったら、LLL っていうの、これ。LLL。流してください。まだ当たってないけど。当たってないんですね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。思いのほか長引いてるんで今、うん、神秘の世界エルハグは寿司三昧まだ寿司三昧は入れてない、はい、あの1台だけ入っててもおかしな話になってくるから。なんかあの今日何だっけな、ネットで見たけど、あの高須クリニックのパチンコ台出るってほんまなんかなあれそんなん出てるんですか今。なんかあの高須委員長のなんかツイッターに、はい、あのパチンコ台の撮影が終わったみたいなツイートがあったんですって。高須クリニックのパチンコでどうすんねやろ思って。 どういうスペックなのかわかんないです。だから羽根もんなんかな。羽根もんなイメージしかないイエス高須クリニックが出た激アツとかそんなんなんかな、ね、寿司三昧ってやんのそうやな、見たかったらちょっと考えますけど、それよりもあれじゃない、もう言うてる間に多分北斗エイトとかの時期になってきそうやけどね。そうですね、はい、まだまだ出ますからね。そうですね、窓マギは4つ目で見たけど、漢字的には窓マギの1と似てたような気がする。あ、新しい窓マギですかね。どうやろう、似てんのかな。どうなんですかね、なんかちょっとちゃうと思うんですよね。まあ、もちろんね、全く一緒のゲーム性はちょっと難しいと思うんでね、はい、ふと思ったけど、店長はあのハメル君だよね。このままハメるとかないのよ。頑張ってます、ちょっと待ってください。今、ぶん回してるから、ぶん回してるから。あ、もうなんかいい感じに来てるんで大丈夫です、はい、大丈夫です。ぶん回してるから。安心してください。まだ時間あります。まだ時間ある。はい、焦らないで。曲だけはちょっと絶対に流します。そうですね。あ、もう今いい感じです、いい感じです、続風で女性同士の行為を裸で仁王立ちしてみるオプションしていたジャンカーさん、懐かしいって、ね、そうそう、オプションがね、半端じゃないもんね、あの人ね。そんな金使うんですかね。いや、もうほんとすごいよ、もう1日にかけるのがすごい。中抜け大好きってね。そんな使ってるんですか。やっぱ1日で使った額、すごい額あったけど、あ、当たった、めっちゃにぎやか、はいやっぱアニメ見てたらいいシーンなんですかね、面白いんですかね。そうやね、これ半券のね放送やるとき、いつもアニメ分かってたらもっとこう分かんねえやろなと思うねんけど、なかなかついていけないじゃあこれでウィン、これはちょっと見ないといけないですね。ねえ、これでボーナスか。ボーナスですね。はい、ボーナス引けました。ボーナス引きましたよ。これ曲聴けるんですか、これですか。あー、なんか聞いたことありますよ、これ。あんの、はい、多分2回ぐらい見たことあるんですよ。2回2回見て覚えてたんや。たまたまやってたっていうので。なるほど。あ、揃った。揃ったら、揃ったらどうなんの。揃えていかなあかんはずなんだ。そうなんや、揃ったから、あの、確定とかじゃないよね、なんかね。一応これ赤七は継続ゲーム数30ゲームプラスアルファ AT 期待度は約 30% ですね。白7が 60% なんですね。でこの狂乱チャレンジは赤七中にリプレイが出れば、揃えばか 25% 抽選で、白7だと 50% でベルだと、0.8% 赤七はね、で白7だと 10% らしいです。じゃあちょっとさっきのは弾けなかったということですね。弾けなかった。はい。まあ、狂乱チャレンジはね、ボーナス消化中の約 4.8 分の1で発生するカットインから、チャンス目停止で狂乱チャレンジ抽選。チャンス目 33.6%、リング揃い 100%、絶対支配目、バー揃いは AT 確定。バー揃い、ね。バー揃い。はい。
で継続ゲーム数3ゲーム前夜で AT 抽選を行うがリプレイ成立時はチャンスということですけど、まあ赤7だとね 25% なので、まあ全然揃わないことも多いかなという感じですね。まあせめてちょっとねオーバーロード、バトルタイプの AT っていう風になってますんで、ちょっとこれ見たいけどね。そうですね、バトル見たいですね。ハメル君、これが主題歌なんだって、今流れてんのが。ですよね、多分これはなんか CM とかでも流れてんじゃないですかね。あのあれか、あのブルーレイのはね、CM とかあるもんね。ここだけ流れたりするよね。いや、わかります、ね、この曲がちょっとかっこいいと思います、はい、かっこいいって演出みたいのよ、ハメル君、早くちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ね、今 AT 見ないとわからんよな。はい、窓ボーラス5ゲームで終わってまうんで。あ、でもレアレアやと、バトル見せれないオバロなんか面白さ伝えられてないって言われた。もうやばいですね、このまま行くとここからは皆さんが打ってくださいみたいな。ほんまやで、なんじゃそらってなる。まあまあな、1時間やからな、1時間ちょっとでな、なかなか本当難しいんだけどね。そうですね、前みたいにね、2時間あったらね、もういや2時間あってもはめるくはめるって絶対はい、AT は入らず、入らず、はい。エンディングの女性が歌ってる曲もいいよって言われてますね。これアニメ見てる人かな。あ？ん？ AT 入ってましたね。AT 入ってたんかよ。はい。え？何でかわかんないですね。で、さっきのか？入ってました。入ってた？詳しい人どなたかちょっと教えてほしい。だってボーナス入れた時点で絵でしょ？ AT ってわけじゃないでしょ？そうですね。入ってたんかい。ありましたね。じゃあこれ。ちなみにボーナス確定画面で、設定したもあるそうです。はい。設定画面。あとボーナス終了画面でも、設定した出るみたいなんでね。あとは AT ラウンド開始画面でも AT 設定したが出るみたいですね。結構多いですね。じゃあそうですね。あのボーナス感、ボーナスの時と AT の時はちょっと示唆出やすいので注目って感じですね。狂乱で撮ったんじゃないですか。で、あ、さっきの、さっきのなんか撮ってたんよく分からずに消化していった時に。そう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 。AT 来た。その女性の曲が LLL です。あ、そのあれか。女性の曲に行かなあかんね。エンディングね。ハメル君2時間で待てれへんかったやん。それパチンコよ、パチンコ。これスロットだ、ね、スロットは別ってこと、ね、はい、確かにハメル君はあるよね、スロット配信はほぼほぼあれか、初めてかな。1回だけ昭和町か、いや縄手やったっけ、縄手野崎園で1回だけやって、あの映したらあかんっていうキャンセルだったの。あれか、はい、やったっけ、アラジンか、アラジン F2 か、アラちゃん弾いて、そう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 、あれ後日放送になったやつや。そうそう、確かそうやね、電源切ってやり直して、変な宝石のマークみたいな揃えてたから入ってたんじゃないの。あれがあれじゃないんかな、あれバーじゃないでしょ。でもバーじゃないですね、あれ確かリプレイ、リプレイかチャンス、あれで狂乱チャレンジが多分取れたと思う。そうだよね、だからどうも、ちょっと謎やってんけど間違ってた、ごめんね。ちなみにさっきバトル前のエピソードでした。あ、そうなんや。エピソードはいいのかな。一応ね、オーバーロードの説明。継続ゲーム数、初回52ゲーム、ストーリーパート12ゲーム、バトルパート40、プラスアルファ。以降40ゲームプラスアルファ。ストーリーパート中のレア役成立時は、バトルパートを有利に展開できる特殊効果の獲得抽選。対戦相手を AT 終了までに倒すことができれば勝利報酬を獲得し AT 継続、残りゲーム数はてなの状態でのハズレ成立時に AT 転落抽選が行われる、敵に与える特殊効果発動中は転落しません。じゃあこれ終わるまでに敵倒さなあかんってことですね。そうですね、これゲージはどこまであるんですかね。あとは勝利期待度が敵によって違うんですけど、シャルティアっていう方が、相手だと一番チャンス。これ強いですか？これなんていう名前なの？誰っていうの分かる？クレマンティーヌっていう人が真ん中、カジットが一番期待度が薄い。これカジット。カジット、あ、カジットは一番一応期待度は低いんかな。シャルティアっていうキャラが一番強そう。いけそうだ気するっすけどね。いけそう、はい。あとは、勝利報酬はあらかじめ液晶右下に表示され確認が可能。そうですかね。 B ランクってなってますね。報酬ランクは B、A、S、SS、V
の順番ですね。まあ、V がやっぱ一番もう確定でしょうね。あとは ASSS までいけば熱い。消化中基本ルールは子役成立で味方の攻撃、ハズレ成立で敵攻撃のピンチ。ただしハズレ3ゲーム間攻撃がない場合は画面左下のスキルゲージがたまりマックスで特殊効果1つ獲得、ね、まあ、さっきね溜まってましたね。お、なんか、エア薬かな？高確率。あ、これは赤カットイン熱そう。オーバーロメですね。これでまたあれやね、報酬がたまりましたね。一応、報酬格上げ抽選がチャンスベル、ジャクチェリー。お、レインボー。この出目いいですね。なんか一角とかありそうやけどな。当たりましたね。モンハンと同じだよーってね。要は月下雷鳴と同じだと思います。バトルの感じとですね。はい、月下雷鳴ははめる子売ってたの？売ってました。じゃあゲーム性はじゃあ一緒って言われてるから分かりやすい。そうですね。さっきの右のアイテムがなんかしびれ罠とかそういうこと、ね。なるほど。これカジットですよってね。さっきカジット言ったね。モンハンですよ。これじゃないですか。あ、女の人？すごいロック調やね。アルベド、違う、ね、アルベド。あ、入れますよ。あ、ちゃ、入られて。これ何、何が変わってんすかね。曲は変わってない。曲じゃないね。キャラちゃうな。これエンディングなんかな。あ、これが曲、あ、これがさっき言ってた女性の曲か。バリバリロックなんやね。お、絶望のオーラ。勝利時の報酬っすね。バースト震えてる。あ、ウィンっていうことは疑似母確定かな。国事時ウィン出現で疑似母獲得。バトル勝利時は B が特殊効果1つ以上、A が特殊効果2つ以上、S が特殊効果3つ以上で、SS だとスーパービッグボーナスで、 V だと、特化ゾーンに入るそうです。特化ゾーン行きたかったっすね。まあ確かにね。あ、赤、これまたバーではないですね。あ、これでこれ特殊、あ、そうか、特殊効果か。これ報酬がたまるんか。貯めとけってことですね。なるほど、報酬がたまるんですね。なるほど。特化ゾーン確かに見たかったね、ちょっとね。そうですね。緑でも結構揃うんかな。あ、そんなことないね。そんなことなかったですね。一応、フリーズもあるみたいですね。どうなんですかね、ゲーム性面白いと思うんですけどね。まあ月下に近いんであれば受け入れられるんじゃないですかね。お、またなんかガンガン揃うね。そうですね、白7やったから余計、ね、あ、なるほど、白7はそうだね、チャンスやったね、確かね。月下雷鳴とガルパンを組み合わせたような感じかな。これがエンディングの曲でした。さっきの女の人のね、歌そうですね、はい、もうオープニングに変わってますよ、ボーナス入ったから。ほんまやね、月下雷鳴のシステムやったら面白いと思う、ね。シャルティアはゴスロリ着てる少女系のキャラクターでね。月下雷鳴もいくら強くてもアイテム使うかどうかゲーだったもんねって言われてますね。そうですね、使ってくれっていうのとベルで攻撃せえへん時の絶望感。なるほど、月下雷鳴の毒では AT 落ちないっていうあれかなってね。あと2個で次回勝利確定ですよーってことで、ああ、あれね、貯めてしまえばね。あと6ゲーム。お、来た来た来た。でも、青か。青でも先溜まってましたけど。ああ、いい、あ、あかんねや。揃ってはないからなんですかね。さっき外れ目出たけど、熱いんかなって言ってますね。で、出た外れ目。ああ、そ、完全に、やばいな。あ、でも、冷薬。弱値ですね、でもこれは。あ、赤ですよ。これはいけっしょ。あ、外した。あ、あと1個。あと1個ですね。あ、でももう残りゲームがないです。やばい。終了です。あ、これが何やったかな。これ一応、ここの時にね、示唆が出るみたいなんですが。この画面でってことですね。はい。闘技場デフォ、メイド全員集合学校設定しさ。何すか、こいつ。それもう誰モモンガみたいな。嫌いじゃない。
モモン、あ、モモンかな、モモンは偶数しさ。でも溜まってるんですけどね。あ、ほんまや。で、こうなったらもう確定かな、次も。ね、勝利確定って言ってましたもんね、今。あと1個で終わるほどショックなもんないような。ゴスロリとゴスロとゴリスロ見てる。どういうこと今、アリンスってナビしてたんがシャルティアさん。クレモンティーヌはユーキアオイさん。ああ、ユーキアオイさんすごいね。いっぱいに声優してるね。あ、赤。レインボー。あ、もうこれ勝ち確決まったら、この、あ、そんなすぐ倒しちゃうんだ。早かったね。早かったです、ね。すぐデスって出たね。もうちょっと遊べるんかな、思ったんですけど。すごい、あの人をダメにする音ってさっきから言われてますけど。いいですよね、もう、うん、ピカピカしてる。ハムスケーズ、はい、確定。体力バーがゴリゴリ減ったね。まあまあ、もうね、特殊効果全部溜まってたしね。うん、一撃なのって案があっさりしてるんですね。いや、これは言うたらもう、バトルの時間を、はいはい、この画面で消化してるってことね。なるほどね。人をダメにするけど幸せにする音を。そうですね、あれが聞こえたら嬉しいですね。そうですね。最近では着信音系の音流行ってんのかな。三橋さんとかの代用着信音系多いけどね、ああいう。着信音なんか16話音みたいな。はい。まあ、アクエリオンとかね、そうですけど。アクエリオンの何でしたっけ、不動が出会わせる時の音めっちゃすごい。ああ、わかる。細かすぎるけど。元祖スマホ太郎系アニメオーバーロード。スマホ太郎系って何や。まあこんな感じで出玉増やしていくんかな。そうですね。ね、新フォギャもそんな音すんもんね。そうね、新フォギャもするし、ゼータガンダムやっぱ三橋さんばっかり。三橋さん、うん、三橋さんやな。マクロスデルタもそんな音してた、そういえば。でも気持ちいいですよね。そうそう、あーってなるよね。ああいうなんか人をダメにする音を作るの上手やわ。いや最近ちょっと眩しいのが多いんで、ちょっと。あ、確かに。あれきついんですよね。目がね、うわーってなるよね。こう、あの、光量というか下げても結構目くるもんね。売ってる時はそう思わないんやけど、終わってからがやっぱすごい目疲れてんなーっていうのは、ね、うん、思う。月下の温泉みたいなのあるかな。どうやろうね、そこまで似てる演出はあんのかね。ステージってことですね。ね、早く倒したらご褒美欲しいよね。一撃やったから、ね。確かに。チャンニーは今でも月1万円貯金してんのかな、ってことだね。これ当時、そのね、ネアガミナミおった時に貯金をしてなかったらしくて。はい。で、あの、当時、まあ貯金した方がいいよ、みたいなみんな話してて、じゃあ1万円ずつ頑張って貯金します、言うて。そっからね、ちゃんとしてたら、まあまあ溜まってると思うんですけどね。だって結構前ですよね。そう、3年は経ってるはずなんでね。普通に。みんな貯金ってしてるもんなんですかね。人によるかな。貯金苦手な人もいますもんね。ハメル君は貯金できる派？僕はあの貯金っていうのはしてないですけど、うん、給料入って使わんかった分が勝手に残っていく。あ、なるほど。まあ、まあ、ある程度使う額は大体決まってるって感じなのかな。そうですね。あ、じゃあもう自然と貯金できてるってことやね、じゃあ。そうですね、ちょこちょこって感じですね。まあね、貯めれるとき全部使うとこはないですね。ああ。まあ、チャンさんはあったらあった分使うって感じだったからね。あ、これでまた特殊能力。勝利報酬はあれしかくれないんです。あれしかくれない。あの、一撃で倒しても。そっかそっか。一撃で倒しても B ランクですね。ああ、一個だけやしね、しかも。強打に貯金、ちゃんと話聞こう。意外と刑事の光が目にくる。あー、刑事な。ガロもね、あの、まあ、今回の北斗エイトもやけど、結構目にくるなと思った。まああれやったら、あの、サングラスをお持ちいただいてもいいかも。いや、でもね、あの、ほんまに、まあ、配信で何回かお話ししてますけど、あの、AKB のあの、バラの儀式はほんまに目やられたからね。ああ、そうですね。あれは寝不足の時にもう、目をこう、貫通して脳に入ってくるから、光が。あれ打ってる時結構サングラスしてる人多かったよ。あ、そうなんですか？そうそう、いました、いました。チャンカーさんの得意技はチョコレートプレイだったよ。うん。チョコレートをね、女の子にかけるとか言ってたもんね。神奈川県大雨降ってましたってことでね、今日はなんか大阪も降ったりやんだりしてますけどね。そうですね、降ってましたね、うん、結構な量。一応、台風はどうやってあ、どうなんでしょうね。今日はほんまに大雨がなんかすごかったね。
朝方も雨降ってたしね。そうですね、でもやんだりしとったんで、うん、ちょっと涼しくなったなと思ったけどね。そうですね、夜だいぶ涼しい。そうそうそう、朝と晩寒いぐらいやけどね。これベルで攻撃してるのでね、ベルも一応攻撃なのかな。はい、ベルでしてますね。ただ弾かれたりしてます、ね、そうですね。一応バトル勝利のね、報酬格上げ抽選はチャンスベルだと 33%、強スイカと強チェリーだと 50% で格上げ抽選があるみたいですね。今回もう勝てる気しないですもう報酬全然ないもんね。報酬ってか右全然溜まってない。攻撃頻度が違いますね。まあキャラクターもあれか、一番低いキャラなのかな、ね、またね。あと19ゲームかな。そうですね、これまだ緑、黄色、赤あったと思うんですけどねあ、赤全然減らへん。アイテム使え、アイテムアイテムないっすよ。ないね、能力がない。これが溜まるんですよね、もうスキルが。そうですね。チャンさんはスロー勉強して配信では細かく説明して売ってたよね、確か。一応ね、あのスロ戦のお店にもね、おられたんで、スロットは勉強されてたけど、それがあの穴がち合ってるかどうかちょっと分からなかったような気がする。なんか間違ってることも要素あったよね、確かに。まあ全部把握するのは正直難しいからな。そうですね、好きな台とかでめっちゃ詳しい人がいますね。そう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 、全部をこうね、こう網羅するってのはなかなか大変やからね。あ、赤赤です、ね、これいけんのかな。じゃああと6ゲームで揃うから。揃はなしないんか。一応チャンスはチャンス、ね、そうですね。カットインが発生してますので。チャンさんはどんな女性が来ても絶対チェンジしないんだよチャンは縄手のイオンに幼女を探しに行ってたらしいよ幼女もいけるので、15年付き合った彼女にプロポーズして OK いただきましたってこと。お、すごいね、おめでとうございます。ありがとうございます。15年ってすごいですね。もう夫婦やんって感じやけど、事実婚やけどね。いやでもね、晴れてまた籍入れはんのかな。おめでとうございます。なんかいい話題やね。あ、なんかあれやね、なんか急に来ましたね。ジャッジメント、一撃必殺チャンスって言ってます、ね、お、あ、終了のピンチそうや、終了のピンチやでも 50% で勝利らしいですよ。 50% 発動時の勝利期待で 50% いけるっしょ。いけるでしょ。いや、2分の1のあかん方、復活なし。お、え、あ、まだ終わりではないですね。はい、一応継続ゲーム数あるみたいですけどね。あ、さっきのがじゃあ急に出てくるんですかねあかんねやあれがじゃあ来たらチャンスなんですかね、あれで勝ったら。そうですね、ジャッジメントは終了のピンチ、はてなはてなはてな時に外れ成立で突入抽選、当選時は次ゲームに発生、継続ゲーム数は4ゲーム、ジャッジメントがね、出た時にね、はてなはてなになってからめっちゃ長いですね。そうですね、これがやばいやつですね。への字も揃ってる扱いだったはず、ね、転落リプレイ引いた終わり。お、ありましたね。まだあったんかい難しいですね、これ。これそうね、はい、一応、4回まで続いてますね。でもなんか諦めずに期待できそうですね。そうですね、何で上乗せしたかがちょっと分からへんところもありますもんね。自信満々で設定カンパしたけど、チャン兄が当たってんの見たことないそう、豊中みなみのね、放送してた時は設定カンパがメインやったんですけど、はい、みんなで予想するっていうのを、チャンさん、まあ、あがたか副主任は与えられへんかったっていうのが多かったね。反対のことばっかり言ってたとかね。オーバーロード、ゲーム性楽しそうですね。そうですね。こんな感じだったんやね。月下に近いゲーム性って言ってたからね、ってね。バトルって感じですね、本当に。そうですね。
ハメル君、アタカ副主任は女性同士の行為を裸で仁王立ちして見るオプションしてたんだよ。めっちゃ変態よ。そんな知ってるんですか、今。全部暴露ってたから。ご本人がもう、おらんとこでもほじくり返されとったからね。アニメも面白いし、歌もいい。ね、アニメ面白い言うてましたからね、これハメル君ね、ちょっと見てもいいかもしれないですね、時間ある時。3期まであるっていうのはちょっと長いね。3期っていうのは12話を3期ってことなんかな。24話3期やったら結構きついね。一気見もやばいもんな。あ、これがクレモンティーヌさんです。あ、確かにあのキャラクター変わりましたね。変わってますね。これがあれか、さっき教えてもらった結城葵さんのボイスなんやね。ようあれやね、みんなすごいね、キャラ詳しいね。体力全然減ってないやん。減らないですね。確かに。あ、クレマンティーヌね。あ、勝てるの？どうやろ、勝てんのかね。効果何にもないけどね。そうですね、何も出てない。しかも青ばっかりやしてる。これはあれなんですか、相手の攻撃か。どうなんですかね、さっきよりは。あ、めっちゃ下手じゃないですか。おい、ほんま急に急に急に来た。時間調整かな。調整されてますね、これ。うん、クルマンティーヌね。一応バトル期待度は真ん中中ですね。いやでも結構もう減ってきてますけどね。そうね、いけそうかな。あと13ゲーム。スキルゲージがほんまにね、全然たまんないよね。あんまりなくても勝てるんですかね。か、まあ、またストック残ってるかな。あ、そっちですか。うん、知らない間に。ね、体力1本何ゲームぐらいあればいいのかな。なんか、すごい、急に減り出したりとかしてるからね。1本にしてほしいですね。確かに。この、終わり際になって攻撃せえへん感じ。確かに。ああ、クリティカルで倒しましたね。あ、倒すんや。倒すのね。当てるんですね。ちょっと何でストックしてたか全く本当にごめん、分からへんけども。ただただ買っただけなのか。そうですね、引きなのか。楽しいって言われた。いや、いいですね、打てるっすね、長時間。確かにね。まとまぎ打ってメーカーから怒られるぞって言われたけど。いや、やばいっすよ、もう。なんかね、昨日実は森口の放送で、店長がね、一応先のをしてるからちょっと放送やらせてほしいみたいなのを交渉してくれたらしいんですけどね、はい、ちょっとまだやっぱ9月2日まではちょっと待ってくれと言われたそうです。まあやっぱそうですね。そう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 、みんなやっぱ楽しみにしてるそう、ね、まあね、これも2400枚で終了になるんですかね。どうなんですかね。どうやろう、2400枚。途中で一回落としている可能性もなくないですか、ね、あ、ずっと続いてるかどうかわからんでこと、これ。この時ってどうなんですかね。なんかね、そこまでの法則全然出てないんやけどね。今難しいですよね、本当に。うん。ちょっとね、まあ、なんかリゼロの方はなんとなくわかったんやけどね、はい、この新しい台になってくることまたわからんくなってくる。ちょっと違うんですね。そうそう。どうなんやろうね。その辺もし詳しい人いたら教えてほしいな。報酬 A なったねって言われてますね。これ確かに下ね、今 A なってる。これ役で上がっていってるんですかね。これ 50%、 あ、 50% なんですか。あ、赤。このゾーンに入るときですね。確かに。すごい、さっきまで報酬と人気ってなって結構面白いっていうのが出てたんで。うん、どう実際打ってみて。いや、面白いです。面白い。はい。ゲーム性悪くない。悪くないですね。あ、これでストックしましたね。まあ、上北もね、1台ありますんでね。そうですね。ぜひぜひ、オーバーロード打ったことない人は。でもアニメ見てから打ちたいですね、これは。そうね、なんか面白い台ってこうアニメ見て並行して打ちたいよね。そうなんですね、絶対おもろいんやろな。うん、確かに。ハメル君は設定カンパできるの？どの台ですか？窓マギとかどう？絆とか。絆、
やもう調べながら打ってますもんね。やっぱり一番打ち込んでるスロットって何なんですか。何打ってますかね。一番信頼メインで打つのもう全然関係なしで。信頼はそんなに触ってない。あ、触ってない。やっぱ旧基準機のが多い。旧基準機ですね。どっちかやったらエウレカ2とかその辺がよく打ってましたね。あ、もうね、エウレカもなくなるもんね。なくなったんか。もういや、まだあります。もうちょっとか。はい、まあ、これも11月でしたかね。この、もうこのあと4ヶ月ぐらいで結構なくなるもんね。そうですね、今年中にもうほとんどなくなりますよね。ねえ、バラエティ機種多いで、あのお店ほんま大変やろうね。そうですね。ねえ、どこ残すかも大変やし。まあでもやっぱ基本的にどこの店もメインに残してくると思うんですけど。まあそうやね。確実に座ってもらえるやっぱ機種置いときたいもんな。唯一撤去しなくていいのが、はいはい、昔の台とかで言ったら麻雀ファイトクラブとか。ああ、そうかそうか。リングとかあの辺は。あ、そっか、引っかからないんで。リングあれもね、梅北も4倍ありますもんね。そうです、そう言ってます。ね、導入しましたもんね。じゃあその辺はやっぱ楽し、うんうん、なんか久々に打とうかなって思うんじゃないかな。リングも意外に純増多いですね、これ。あの当時はまあその発売した当初はそんなにやったけど、じわじわなんかいいみたいになって。そうですね、やっぱ後から結構上がってきてる機種今多いみたいな。やっぱね、なくなるってなるんで。そうやね、台のサイクルも早いしね。ジャグラー残せるのって言ってますけど。ジャグラーは、はい、大丈夫、今のところまだ大丈夫。お、大丈夫大丈夫。893前ついに終わってしまった、まあ、でも、どうなんやろ、6号機にしては早いかな。言うて当たり始めて多分30分経ってないと思うんで。そうですね、800枚ぐらい終わってるやん。知らん間に。あれ報酬 A やったけどあんま関係なかったね。報酬 A はいただけませんでした、はい、勝てなかったし出てきたんで多分期待したんですけど、ちょっと残念、はい、終わっちゃった。まあ白7はやっぱ取ったら方がええんやろうね、きっとね。そうですね、はい、赤7よりはやっぱ白7の方が期待値は高そうですね。ちょうどちょうど1時過ぎた。チャン兄来た。兄さん来たんで最後だけ出てもらおうか。ちょうどエンディング。チャンさん。マイクあるし。チャンさん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 、ちょっと。幼女好きのチャンさん。幼女好き。幼女のチャン兄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 。オプション、オプショナルのチャン兄。オプション、オプションのチャン兄。オプションのチャン兄、ちょっと早くしてくる。おいでおいで。おいでおいで。みんなが求めてるから、チャン兄を。ちょっとね、軽くご挨拶だけ。あそこマイクあるから。変態話を一つお願いします。みんなの、そうそうそう、なんていう夢を。夢を。あそこマイクある。うん。いや、ほんま久しぶりやで。なんかやっぱりゆっくり寝れるようにね。ゆっくり寝れる。いい思い出をして言ってたらいいしな。そう、やっぱり最低やなっていうコメント欲しいな。ちょっとね、チャンさん、2、3年前はね、ちょっと髪型いちびってたんやけどね。今普通やな。休みの日赤かったっすけどね。嘘、赤かったの髪、はい、嘘。休みの日だけほんま。マジで、一日染め、はい、そんなんできんの。赤髪ってどうしたん。音がやってました。じゃあちょっとハメル君と並んでもらって、はい、ということでチャンギー久しぶりっすね。いやー、おー久しぶりです。ねえ、みんなチャンさん出せーって言ってたから。そうそう、ちょっとハメル君が怖かったからもう出しとこう思って。ほんまですか。そうそう、はい、そうそう、ちょっとね、寝台入れ替えの作業の時にね、ちょっとチラチラ映ってたんですけど、あれじゃ足りんと。いやいや、ちょうどね、店長が来るちょっと前よね、多分。同タイミングっすね、ほんとに。ねえ、同じタイミングで梅北来て、着任日で言ったら僕の1日は後ちゃいますか、ね、そうなんや。お前そんなタイミングですか。そうそう、だから梅北の放送がだから前回やった時に、まあ、ちょうどハメル君がその就任前ぐらいやって、で他のねスタッフさんに出てもらった時に、そうですね、そうそう、あたか副就任も実は出たい出たい言ってた。言って全然言ってないですよ。そうそう、チャンさん今も料理してんの。あ、もういや、梅田なんで
してないです。え、してないの？してないです。え、今って寮も梅田なの？はい、寮福島です。嘘。でも自転車でも行き放題やん。いや、もう美味しい店ばっかり。いやいや、どっちも違うっすけどね。同じ方向なはずやけど、絶対どっか消えていくからね。寮は一緒なんすか、二人？寮は違うっすね。あ、違うんやん。違いますね。チャンさん、最近の続風事情教えてよ。続風事情ですか？この、どうなん？こう、あの、桜井行ってから、まあ、梅北戻ってきてんの、この空白の何年？ 2 年ぐらい？ 3 年ぐらい？あ、1年半です。1年半か。はい、これどうなん？梅田よう来てたっていうのは、私も噂で聞いてたんですけど。いや、もう高速ぶっ飛ばして。全然普通に。変わらずに。いや、わざわざ。わざわざ。え、休みのたんびに？休みじゃなくてもね。いやいやいや、休みのたんびですよ。え、早番の後とかも来てたの？いや、さすがにそれはないですけど。まあ、でも、あ、うん、次の日お休みとかは早番明け、早番で遅あ休みとかはもう出てきてたん？あ、出てきてました。マジで？もう本当に行こうと一人で？一人でです。あのね、チャンさんはね、誰とも一緒に行かないんですよ。どこにも、どこにも一人で。まあ、ご飯屋さんとかちょっと知らないですけど、そういうね、ちょっと大人の喜ぶお店は絶対一人で行くっていう、なんかね。そうですね、まあ、あの寝屋神並みと行くからそうですね。ね、一人で絶対行くもんね。はい、なんかいい店教えてって言われても、教えるけど一緒に絶対行かへん。絶対行かない。絶対行かなかったですね。その姿を見せたくない。いや、もう本当に。すごいことになってそうやもん。出くわしたら。そうそう、今日だけで結構、あの、チャンさんのオプション話をもうハメル君にみんなチクってるから。え、なんか裸。すでに全裸で仁王立ちして。ほんまにチクってるじゃないですか。あと、あの、裸に靴下がそそられるらしい。裸に靴下、ド変態。チクりすぎですよ、前々さん。いやいや、これは視聴者がみんなが覚えてるものを全部コメントで拾っただけやからね。またコメント確認してきます、ね、いやいや。ちなみに8月どんなプレイしたの？ 8 月もうね、あ、まあ夏終わりますけど。いや、もうもちろんもう浴衣プレイはもう、ね、浴衣プレイ、浴衣を夏祭り楽しんでる。夏祭りをがっつり楽しんでちょっと梅北女子多いけど大丈夫なんですか、店長？あの、もうそれはまあ今だけやからね。あ、やらかね。まあ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 、そういうやらしい目で見ないように。しかいないんで今は、はい。まあ、割とね、上北の女性スタッフさんしっかりちゃうもんね。大丈夫です。はい、ガツッと言ってくれる人多そうですね。パーンやられて。ほんまや、浴衣プレイって言われてますね。いやー、なんか変わったプレイしたんかってコメントさっき聞いてたんですけど。変わったプレイ？なんか、あの、ネアガミアミやった時はね、なんか、あの、鯉のぼりやったりとか、あー、そうでしたね。チョコレートかけたりとか、うーん、なんかね、あの、いろいろ言うてはったけど。そうですね、ありましたね。はい。ありましたね。いやいや、こっちではちょっとなかなかできないので。ああ、そう、普通の、普通の、え、もう店変わったん？前と、じゃあ店っていうか前行ってたとこと違うの？あ、違います、違います。違うとこなん？はい、ま、前とか行ってないの？常連？いやいや、常連じゃないですけど。あ、そうね、店変わったんや。そうです、毎回変えますね。あ、そうなんや、はい、ねえ、あと女の子のチェンジは絶対しないもんね。そうですね、ノーチェンジ。そうそうそう、ノーチェンジマイライフ。絶対ポリシー。はい、絶対断らないです。ポリシー、はい、すごいよね。絶対です。だってパネル指名してさ、違う人やったら、ちょっと、うんってなったら、ちょっと変えはる人多いですけど、チャンさんは絶対変えないんだって。優しいね。絶対変えないですね。優しいね。はい、同じ人になることあるんやっけ？ああ、やっぱりありますね、それは。それはどうなん？もうそこもチェンジしないの？はい、チェンジしないですよ。えら。久しぶりみたいな。あれ、2回目みたいな。そうですね。覚えられてんじゃないですか、逆に、梅田界隈で。そうやん、有名かも。いや、でも、いろいろ店変えるんで、あまり。店間でも多分、あの、リスト回ってんかもしれない。ネットワーク的なやつが。ハメルはまあ、そういうのは行かないもんね。そうですね。もう言うても、ちょっと結婚したんで。あ、そうなん？あら、じゃあ、奥さん。そうです。いてはんねや。そう、いつの間に。もう寂しい寂しい言うて、あの、モンハンとかやってないんやね。やってないです。もうほんまにそんなやってる場合じゃないです。あんだけゲームしてたら。いや、もうずっとあの高田店長とかでやってましたやん。ずっとやってたんですけどね。うん、こっち来てからまだ一回も起動してないんで。あ、そうなんや。もう、まあ、そういうとこじゃないよね。ちょっと痩せた？ハメル君。この辺痩せていって。お腹だけ出てきたから。やばい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 。それは年齢やわ。やばい。ゴールデンシャワーやったって言ってたよね。いや、それ、やっちゃダメです。魔法の聖水ね。いや、もうやっちゃダメです。逆に何本使ってるん？いや、でもオプション代全部含めて25からです。リアル、ね、から、そう、だからめっちゃ。からですよ、から。めっちゃリアルなこと。からやで。しかも時間、何時、え、何分やったっけ ?1 時間あ、そうそうそう、1時間です。1時間でまあまあオプションつけて25ってまあまあちゃいます？まあ、25からなんで、やっぱりそっから。はい。そっから。からですよね。から。己が、そうですね、欲を満たすために。ってことですね。そう、チャンさんは全部そっちに行くんで、欲がね。よう
つなと。あ、そのためにこれ稼いではる仕事せえ仕事チャーさん、ちなみにあの給料貯めるって言ってたけど、貯金ちゃんと今も継続してるんですかって。あ、継続中です。あ、そうなんや。それはもう守ってんねや。あの梅田なんでやっぱりちょっと買ってるんです。あ、そっち普通に。だからそれが全部貯蓄に。あ、そうなん、うん、なんか普通に。あ、そうなん。激戦区なんで。あ、なるほど、はい、プロかお前は夜のプロでもあり立ち回りのプロでもあるの、あなた。仕事の仕事の仕事やれよ。仕事のために仕事して仕事を行くためにスロットして。そうです、終わるたびにすぐもう梅田の。元気やね、すごいね。今日も抜けさせていただいたんですけど、うんうん、まあ今日入れ替えもあったもんね。そうですね、入れ替えのためにちょっと抜けさせてもらったんですけど、うん、どっち行ったん今日は。抜けて抜きに行くって聞いたんやけど。あれ今日はそっちじゃないの。あ、それはそういう時もありますけど。それそういう時もありますけど。マジか、設定カンパできひんのにちゃん勝てるんかって言われてますけど。できてませんでしたね、確かに。当時はね。当時できてなかった。またね、でもスロ戦帰ってきたから、ちょっとみんなで勝負もいいかもしれへんね。そんな機会があればです。まあまあ、あるある、いつかはあるよ。まあ、ここ出てるスタッフさん、割ともうニコ生も慣れてる方多いんでね。あの、渡辺さんとかもね、みんな出てるし、あの、モスさんもね、出てくれてたんで、みんな。後ろから来た。まあ、またいる、ね、ガラッとメンツ変わりましたけど。メンツ、うん、だいぶ変わったからね、梅北もね。あ、そうなんですね。僕はまだ来て、そんな経ってないんですよ。3、4ヶ月でしょ。そうそうそう、なんかもうあんまりまだ。1時間だと設定カンパきついよね。で、言えば確かにね、スロットなかなか難しい。2時間でも難しいけど。え、2時間ですか。2時間の時にもう難しかったじゃないですか。あ、まあ、まあまあそうですね、めちゃめちゃ難しかった。1時間ちょっととかでも難しいよね、はい。じゃあどうしようかな、最後なんで、告知なんか、さっき告知物あってんけど、どっか行った。あれ、告知物多分ね、明日のお知らせと、明日というか今日か、当日のお知らせと、9月2日かな、どっか行きました、どっか行った。それか、システム変更と入れ替えのお知らせがあってんけど、あ、あった。あ、ポーキー。あ、どうも。お疲れ様。お疲れ。なんかこの2人が並ぶってすごい面白いわ。いや、面白いですか。面白いでしょ。月水しょ。月水ないです、月水ないです。月水しょ。きついっす。きついっす。きついっす。いろいろきついでしょ。重みがある。しかも最年長じゃないの。そうですよ、最年長で、僕の方が上なんで、ちょっと絡みづらいんで。絡みづらい。なこと言う。今どうなん、主任って梅北、前副主任ばっかりだけど、もう主任になったん。あ、もう上がりました。おめでとう。じゃあ筆頭、はい、今。僕しかいない。あ、そっか、一主任か。あとみんな副主任か、はい、そうか。それはもうポーキーが顎で使っていってあげて。それは大変よ、ま、扱えないですよ。扱えない。バッジ持ってないのにめっちゃ強いポケモンおるみたいな、はい、いうこと聞かない。なるほどね、はい、しかも戻り言うても戻らんみたいな。戻らないです。それおもろいな。いや、戻りたいですよ。 それおもろいわ。まあまあでも、なんか雰囲気良さそうな感じなんで。告知ですか。そうそう、じゃあこれ告知、じゃあポーキーにお願いしようか。はい、明日新大会、はい、10時オープン予定。うん、はい、ぜひぜひ。そうなんですよ、まああの新大に関してはね、はい、ちょっと先のもあるんでね。あの、すいません、先のしかないんか今回は。そうやね、そうや。まあまあこれはもうやっぱ稼働開始を最速でするためのね、はい、入れ替えになってますので、ね、はいはい、まあ機種ラインナップ等はあの9月2日等に見れるんじゃないかなと思いますの で、 そうです、はい、チェックしてください、はい、お願いいたします。あとシステム変更の件はこれちょっとね、分かりにくい方はやっぱスタッフさんにちょっと聞いてもらった方がいいかな。そうですね、はい、どうなったっていうのは。ちょっと書いてある通り、はい、2.5 円スロットの超メダルは、はい、あの再プレイか生産していただけますように。なるほど、はい、お願いします、そうですね、はい、あのお残しないようにという感じですね、はい。まあ、ちょっとシステム変更があるというふうに店長もおっしゃってましたので、はい、まあ、その辺ちょっとお間違いなくという感じで、ぜひ今後も梅北店ね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまたちょっと多分ね、もうめっちゃ近い時間また梅北放送あったと思うんで。あ、そうなんですか。はい、できたら先に教えてほしいんですけど。そうですね、多分スケジュール見たらほんまにキンキンやったで。1週間なかったと思うよ。関西ですぐぐらいですか。うん、あの多分あれちゃう、マジっすか。寝台の多分シダーがあるからやと思うんやけど、多分3日とか4日やったと思う。3日か4日、うん、3日4日でシダー聞いてないな。シダー作っちゃったよ。 もう完成済みですけど、マネージャーから送られてきたスケジュールでは梅北めっちゃ早いと思って見てたら、まあ、多分最新台が
あるからかなと思って、そこかなと思ったんやけどね。かもしれないですね。うん、3か4日って言ったらもうね、そう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 。オープンしてすぐ。そうそうそう。ね、まあ、その時には先の野台が何かできるんじゃないかなと思いますんで、うん、はい、ご期待いただけたらと思います。あと、明日のね、キコアチャンネルは、またこれスロットで、スロットキコーナー今時点からの放送になりますんで、また明日も見ていただけたらと思います。お願いします。いやー、ちょっとメンズ的にはだいぶ濃い梅北になったと思いますんでね。そうですね、ちょっと濃すぎますね。はい、濃すぎて、はい。前はまあ、濃かったけど、またさらにこう、油乗ったなって感じが。そうですね、油身だけみたいな。そんまに。油身って、油身だけ。そんな感じがする。肉ちょっと欲しいっす。ちょっとパトラン勝負はじゃあ次回しよう。シダちゃんとこう、勝負してからにしよう。梅北はね、罰ゲーム決めんのにあのパトランプのランプの明るさで勝負したんですよ。いや、ランプの勝っても負けてもあたかくシーンがやるんやと。そうね、それもいいかもしれない。あの前の店長みたいな感じでね、もうなんか決まってるみたいな。罰ゲームあるから。ありましたけど、いや、はい、そんな。いやです。もうやりたそうな顔してますよ。どこ見てこれやりたそうな顔してるんですか。またあの梅北放送も濃くなったなと思いますのでね、ぜひ見に来ていただけたらと思います。はい、今日はちょっとね、寝台レカの最中ということで、あのスタッフさんも大変やったと思いますけど、すみませんでした。おかげで、はい、また次回はちゃんと寝台やりますんでね、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ今日はこんな感じで締めたいと思います。お二人お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあこんな感じで終わります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。